ねばねば役ねば B プロミス黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。前回こちらの動画つくもゆき黒幕説っていう動画を上げさせていただきました。今回お伝えするお話はこのつくもゆき黒幕説のさらなる可能性、内通者が誰かっていうのを考察していく動画となっております。なのでまだ前回の動画を見ていない方は前回の動画を見てからこの動画をご視聴ください。というわけで本日も結論から申します。黒幕つくもゆきの内通者は呪術高専東京校の学長矢賀正道である。まず学長が内通者って考えたら冷静に怖い。今日はそんな怖い話でございます。ただこの矢賀学長は五条悟が学生時代の恩師でもあるので、そんなわけないでしょって思う方も多いと思うんですけれども、僕もね信じたくはないんですけども、いろんなパターンをこう考察していく中でやっぱりね怪しいんですわ。いやマジでね、この後のお話とかを聞いていくと、確かに矢賀学長が内通者であれば一番ねしっくりくるような部分もあるので、そちらをお伝えさせていただきます。まず五条悟が探っている内通者、高専に呪詛師あるいは呪霊と通じてるやつがいると。その内通者の一人はメカ丸っていうことは後々分かったんですけども、ただそのメカ丸が内通してた理由っていうのもすごい悪かといえば、自分がねこう復活、体を戻してもらってみんなをね守る的な役割ではあったわけなので、内通者だけど内通者ではないみたいな扱いだったメカ丸。これとは別にね、多分呪詛師と通じているのは二人以上、一人は学長以上の上層部っていう風に歌姫が言っておりまして、メカ丸以外にもしっかりとしたね上層部の内通者もいるっていうことは作中でも描かれます。そしてこの大元の黒幕っていうのがつくもゆきなのではないかっていうのが前回の動画ですね。呪術高専の外部にいるつくもゆき、そこに情報をねこう流している高専の方の内通者が矢賀正道ではないかっていうことですね。以前ねこちらの動画でも解説させていただいた交流会なんですけれども、この交流会の最中、高専が保有するスクナの指6本、そして受胎クソーズの1番から3番が麻痺や花見によって奪われましたよね。そんな緊急事態が起こった時に矢賀は真っ先に俺は天元様のところへ行くっていう風に発言をしてるんですよね。その高専に保管されてたスクナの指だったり受胎クソーズだって特級呪物っていうのは、天元の結界によって日々その配置を変えて、その中の1000を超えるね扉の一つが指とかを含む呪物が保管されてる場所に行けると、簡単にそこには行けない至難の技のような状況なわけです、天元様の結界は。ただ下等は以前高専に回収させた指に麻痺の呪力で作られた札をねその指に貼っていたと。だからこそ麻痺はその札を頼りに辿れるっていうことでした。そんな状況で特級呪物は奪われてしまうと。ちょっと待って、矢賀学長はと。そんなね緊急事態が起こった時に真っ先に矢賀学長は俺は天元様のところへ行くって言っていた。あっさり盗まれる。矢賀学長何してたと。まずここであれって思うポイントになります。そして偽ゲト、ここにね縫い目があってパッカンして頭にメロンパンがいた偽ゲトなんですけども、この偽ゲトは前回動画にした黒幕つくもゆきの呪霊操術だったり術式的な感じで、このつくもゆきが偽ゲトであるパターンと、今回お伝えする矢賀学長の呪骸っていうパターンですね。呪骸っていうのは何かと言いますと、簡単に言うと人形のようなもの、内側に呪いを宿し自立可能な無生物の総称、パンダと同じような要領ですね。パンダも矢賀学長の最高傑作と作中で言われておりまして、感情を持って生まれた突然変異呪骸、このような考えと同じようにニセゲトウが呪骸であるっていう可能性ですね。この理由の一つとしては、前回の動画でもお伝えさせていただいたんですが、2巻で描かれる五条悟 vs ジョーゴの時ですね。五条悟の無料空所を食らってジョーゴさんは頭だけのサッカーボールになりました。そのサッカーボールを花見はね拾いに行く時にニセゲトウに何かね言葉を発してサッカーボールを拾いに行くんですよね。その花見の発言を聞いたニセゲトウはよく言うよ、呪霊の分際で
ていう風に発言をするんですよね。つまりこの時はゲトーの中に偽物メロンパンがいるってことは明かされてないゲトーによる発言だと思われておりました。つまり呪霊を見下すような発言だからこそ、自分は普通に人間だからこそその発言があるのかなと思いきや、この発言に対しての解明っていうのはされてないんですよね、その後に作中で。でそんな中で後々ゲトーは偽ゲトーメロンパンでしたっていうのを明かされるので、それもあった状況でこの発言を振り返ると呪霊以外の何かってことはわかるわけですね。つまり人間、もしくはそれこそ今お伝えした呪骸ではないかっていうことですね。偽ゲトーは人間か、それとも。そもそもこの偽ゲトーが生まれた理由っていうのは、ゲトーのね遺体を五条悟が家入翔子に行わせなかっただろうって偽ゲトーが後々発言しておりまして、ゲトーの遺体っていうのは公選関係者に行ったっていうことは間違いないわけなんですけれども、ゲトーはねあんなね百鬼夜行を起こした人物でもあるので、下っ端の方の人が処理をするっていうのはないと思うので、つまり呪術高専の中に内通者がいる可能性が高いと。呪術高専の上層部に遺体は渡ったと思うので、そこで一番ね指示だったりがしやすい人物って考えると、やはり矢賀学長、学長レベルの上層部が関わってる可能性ってのは一番考えられますよね。そして今思い返せば、五条悟がジョーゴに初めて襲われた時、他の術師の参戦も加わらないためにジョーゴはあの場で五条悟を襲ってきたわけなんですけども、なぜあのタイミングだってジョーゴさんは分かったのか、つまりその後の五条悟のスケジュールを容易に把握できていた人物ではないか。運転手の伊地知さん、そしてあの時その後に予定されていたこと、なんだか覚えておりますでしょうか。そうです、矢賀学長との約束、そのために伊地知さんと五条悟は向かっていたわけですよね。その最中に五条悟は降りて先に行っててと言って、そこでジョーゴに襲われた。そんなタイミングがいいことありますでしょうか。つまり五条悟のスケジュールを把握できていた人物である可能性があると。学長という立場から任務を派遣する学生のコントロールや五条のスケジュールの把握、調整できるのはかなりたやすいと思います。なぜかタイミングよくジョーゴが襲ってきたり、なぜか虎杖たちに与えられる任務に特級呪霊が関わってきたり、なぜかそのような出来事が起こるときは五条悟は出張中だったりと、まあこのように肝心な時にことごとく不在の五条悟、矢賀学長を疑う余地は大量にあると。ただ一つ疑問なのは、なぜ五条悟が矢賀学長を疑っていないかっていうことですよね。そもそも疑っていないのか、それともあえて気づいているけれども何もしていないのか、それともやはりただの適当なのか、そこだけが気がかりです。そもそも学長である矢賀さんがもし内通者であった場合、つくもゆきなどのそもそもの呪術界に対する思想なんかに関係があるかもしれませんね。それをするために学長の地位まで上り詰めたのかもしれません。でもね、もし仮にそうだったとしたら、親友も闇落ちし、そしてかつての恩師は内通者だった五条悟のメンタルが心配。はい、というわけで今回はですね、つくもゆき黒幕説に続きまして、矢賀学長がその内通者ではないかっていう考察を伝えさせていただきました。ぜひ皆様の意見も下のコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド第2章呪術廻戦の動画、過去にめちゃくちゃ上げておりますので、ぜひチェックしてみてください。考察が好きな皆様はぜひ高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では、見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter とインスタもやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。